皆さんこんにちは、こんばんは、今日はちょっと違うアングルからお届けしているんですけども、すいません、なんかもう今日は家にいるので普通の感じで撮影してます。今日は2018年現在のルームツアー、まあお部屋紹介をしたいと思います。ちょっとね、片付けて綺麗に掃除もしたんで綺麗なんですが、一部ちょっとまだ完璧ではないところがありますが、ぜひぜひ見ていってください。玄関を入りましてですね、に傘立てが置いてあります。そしてこれが靴箱なんですけども、まあこんな風に、まあ、靴が並んでいるわけなんですけども、この上に入りきらなかった靴たちをダイソーのメタルラックを買いましてですね、一番上がブーツで、まあ2、3段目はこういう風に置ける靴を置いてます。そしてこの上がですね、 Wi-Fi 系統なで使うものたちと、私外出するとき必ず、タオルとかハンカチとか持っていくんですけど忘れてしまうので、ここに置いてるんですけど、ここから取ってカバンに入れてで外出って感じですね。観葉植物をここに置いてます。でこの鍵類ですね、ハンコーと、自転車の鍵と家の鍵です。で洗濯機が置いてあります。それであの洗濯機ラックっていうのかな、を前アマゾンで購入したので、それを組み立てて置いてるんですけど、安いせいかちょっとガタガタするので、重いものを下にで軽いものを上に置いてます。で上に置いたのは主にタオルなんですけど、この柔軟剤はこの下に入りきらなかったのでここに置いてあって、でストック類が置いてあってって感じですね。でお風呂場とトイレがあるんですけども、その通路のまあ、あんまり通るとき邪魔にならないところに置いているんですけども、お風呂入ったときに頭を拭くタオルが置いてあって、この隣にですね、元はお米を入れるものなんですけども、これ冷蔵庫入らなくてもうちょっと使えないということで、この中にはこういうふうにあの歯ブラシのストックとか入浴剤のストックとかを入れてます。2段目にですね、トイレとかで使うものなんですけど、トイレ掃除に使うものはもう主にトイレには置いているんですけども、なぜかここに厚手シートが置いてありますが、あとメタルスポンジでしたっけ、忘れちゃったんですけど、そのスポンジとあと重曹が置いてあります。ここにクエン酸を置く予定です。でこれはトイレで使用している手を拭くもので、下にはですね、はい、これはお風呂で使うスリッパ、掃除に使う時のスリッパと、主に雑巾代わりというか古くなったものを使うようにしてます。でこれがフローリングワイパーです。これはダイソーのものですね。まずトイレですね。トイレはこの間、全部取り替えていただきまして、新しいトイレになりました。で前のトイレが、タンクがですね、あの壁についていたので、そこがちょっとこういう風にねなっちゃってて、他は全部綺麗なんですけども、今はこんな状態になっていて、1段目はちょっと重いものでも大丈夫なので、トイレットペーパーのストックと、あと下はね生理用品と、あとトイレの洗剤、あの100均で今売っているトイレスタンプと、あとスクラビングバブルのブラシ、あのその都度使うブラシのやつが入ってますね。あと観葉植物をですね、この間買ったやつを1個置いてます。で消臭系ですね。でこれ手を拭くタオルです。これがね、あの3COINS の、トイレマットとトイレットペーパーケースですね。あとここにも
つけてあります。トイレはこんな感じですね。お風呂場です。こんな感じになってます。壁収納にちょっと最近切り替えて2つ買ったんですけども、シャンプー系が1段目、2段目にボディーソープと、お風呂で使えるボディに塗るものとか、あとこれスクラブとかですね、洗顔とか、まあいろいろですね。今なんかこんな感じで使ってます。古いお風呂場なのでちょっとねあまり見せないでおきます。ここもちょっと変えたんですけども、これもねダイソーのメタルラックなんですけども、これをですね、調味料ラックとして使ってて、まあ砂糖塩とかカレー粉とか、まあいろいろこういう風に置いていて、あと青汁を、飲むようにしようと思ってここに置いてます。これはねあのカラーボックスですね。カラーボックスにこの1段目が料理に使う、タッパー類とかですね、そして2段目が、ドランチョンマットとキッチンを掃除するときに使うものたちと、で下が、スリッパと、あとあのキッチンで使うタオルを、まとめてね、洗濯するようにしていて、その前にハイターでつけたり、その時に、このやつを使うので一番下に置いてますね。キッチンは主に、まあ、使いやすくはしているんですけども、なかなかねちょっとね未だに収納方法に迷っている部分もあるんですけど、今はまあこんな感じで、でさっき言ったキッチンに使うタオルはこちらに、まあ細かい調味料はこんな感じで、で私は太白ごま油とオリーブオイルとごま油普通の置いてるんですけど、この太白ごま油ってごま油って名前なんですけど、普通に油として使えて匂いとかがね独特のごま油の匂いがしないので、これ1本でもいいんですけども、あの普通にねごま油使いたい時もあるので、これはダイソーに売ってるごま油を買って置いてます。でこちらスポンジですね。今はこの使い捨て100均のやつを使ってて、でこちらにねあのシンクの、掃除とかで使うスポンジがあって、これ浄水器はクリーン水のものを使ってます。であの横に冷蔵庫があります。はい、そしてその横にですねカラーボックスを3段のやつを2つの間に、前以前調味料ラックとして使ってたこの3段の棚を真ん中に置きまして、前ねずっと前なんですけど、あのこの板をねこれですね板を、机としにしようと思ってカラーボックスを使って、で買った時のものが残っていたので、こういうふうにカラーボックスの上に乗せて、こういうコーヒーメーカーとか、今ちょっとお茶を作ったので入ってるんですけど、電気ポット、ケトルとか、こういうふうにね、置いてます。で、まあ、ルイボスティーが好きなので、ルイボスティーとコーヒーとか、あと朝食で食べるようなものと、あとここ改善したいんですけど、今ゴミ袋がいっぱい置いてあります。で下はなんかゴミ袋とかのストックとか、まあいろいろ入っていて、一人で使えるもの、鉄板なんだっけ、忘れちゃったな、名前忘れちゃいましたが、このね3段には一番上が掃除用具ですね。いろんなとこで使う、クイックルワイパーとか入ってますね。あと真ん中はストック類ですね。キッチンで使うストック類で、一番下が
トイレとかお風呂とかで使うもののストックです。一番上はコーヒーとか、紅茶とかいろんなものが置いてあるゾーン でその下がね、あのお菓子作りをたまにするので、それが置いてあるところで、一番下が、生理用品のストックですね。ホームベーカリーと、私は無調整豆乳が大好きで、牛乳より豆乳派なんで、アマゾンです。箱買いをね、してますね。いつでも切れないように置いてあります。そのストック分と、食器棚ですね。はい。ダイニングテーブルなんですけども、ちょっとなんか今全然関係ないものがちょっとポンって置いてあるんですが、まあこんな感じでお客様来た時にもここで話したりとかできて、でこの下は何にも収納できないので、ワイヤーのやつを置いて、ティッシュと反対側にパソコンを置いてます。パソコンはほとんど使わないんですけど一応置いてます。そしてこれゴミ箱です。でここなんですけども、まあスマップ類ですね。この2つのカラーボックスは、はい、まあ CD とか DVD とか、あと今まで出した本とかビストロの料理本とかいろいろ置いてて、でこの一番下は工具とかが入ってます。テレビがありまして、シャラちゃんからいただいたポストカードに、スマップや新しい地図の、ポストカードで、これがスマップの最後のポスターですね、はい。カラーボックスは、まあ、主にはドライヤーとか、まあ、ちょっと料理物が置いてあったりとか、 iPhone 充電するときに使う線とか、髪の毛つけるものとか、あとマクシとか、あと救急箱とか、まあいろいろと置いております。でこの上なんですけど、今は、まあ、カレンダーとか、なぜか携帯が、昔の携帯と、あとお香とか置いてあるんですけど、そのうちこのアロマのやつとお香の、置ける、まあ、またダイソーのメタルラックを買って、そういうスペースを置こうかなと思ってます。はい。でこれがこの間あのカバン紹介で紹介したカバン類がここにかかってますね。でこっちがね、あのポスターとかちっちゃい香水飾ったりとか、まあいろいろ置いてあるゾーンですね。リビングは以上になります。まあ全体的に見ると、まあこんな感じです。普通の部屋になります。まずは、下着とかズボンとか、まあそういうね、洋服類が入ったもの、棚ですね。で、ピンクの方が主に、まあ下着類とか、上着、T シャツとか、が入っていまして、でこっち側はあのパジャマとか、まあ、ジーンズとかが入ってますね。コンタクトの、前回紹介したコンタクトが置いてありますね。こっからね、あのここら辺はメイク用品が置いてあるので、あと香水とか、こっからね、あのメイクを選んでしたりとか、ここから選んで、メイクを変えて行くのも一つの楽しみなんで、それをやったりしています。はい。そしてね、これが前回、紹介したポーチが一番上に乗ってまして、でその2段目に、ここはもう片付けに困っていて、ちょっとこんな状態なんですけど、いろいろなカバンですね。あのお弁当入れるようなカバンとか、あと細かいポーチとか、いろいろ置いてあります。そしてこれが今着ている服たちが並んでます。ベッドですね。はい。でベッドの隣にあの
メタルラック的なものが、これはアマゾンで買ったんですけど、観葉植物と造花、まあ時計と、首を温めるものとティッシュで、下は掃除機の、あの必要な時に使う部分のものとか、掃除する時に使うものとかって、でこのシュレッダーいただいたんですけど、使ってないでここに今置いてます。で奥に掃除機が置いてあります。はい。でゴミ箱ですね。で今すごい一番迷ってるんですけど、これ洗濯する時に使うんですか。私 T シャツとかはですね、ハンガー干しなんですよ。取り出しにくくってちょっと困ってて、収納方法いろいろ見てるんですけど、なかなかね収納方法がね見当たらなくてですね、ちょっとこれを改善したいんですよね。皆さんそういう使うものをどうされてますかね、ちょっと教えていただきたいです。デスクです。ここ全然片付けてないので今汚いです。でさっきのメイク用品の中からこういうね、あの箱っていうかね、用意してあるんで、ここに入れて持ってきてその日にメイクする感じにしてます。でリップとかはこっちに置いたので、その辺はここから選んでやってますね。で今すごい何も片付けてないんで乱雑なんですけど、すいませんこんな感じなデスクになってます。まあこんな全体はこんな感じです。はい、そういった感じでですね、すごい軽く、紹介しました。今までのルームツアーに比べると一番模様替えの中で、違う、ま、感じになってるし、あのまだ広く使えてるかなって思います。これにしたきっかけはですね、床、修理に、来てくれた時にですね、家具を動かしながら、床修理してたので、その時にすいません、こっち動かしてくれませんかみたいな感じで頼んで今の形にしました。その前までは結構、このダイニングテーブルがもうほんと窓際に行ってたりとかしてたんですけども、今こんな形にしたら本当なんか、あのダイニングテーブルが物置化してたので今使えててすごい良かったなって思ってます。ダイソーのメタルラックはいろんな種類があって、自分好みに作れるんですよね。ね、もう一個買ってやろうと思ってるのが、そこにあのさっきは、カラーボックスの上にディフューザーとかね、お香とか置いてたと思うんですけど、そのスペースをちょっと作ろうかなと思って、でそこの空いたスペースに観葉植物をいっぱい飾ってもいいかなとか考えてたりしてですけど、今のところ今日現在まではこんな感じです。はい。まあ古い家なので、はい、とりあえず私の家ってことで紹介させていただきました。この中で気になってなんか質問がある方はまたあのコメント欄に書いていただければ、また個別で動画にできたりすると思うのでよろしくお願いします。それでね、多分動画を撮影始めてから3回目ぐらいのルームツアーかなって思うんですけど、毎回毎回ちょっと違うと思うんですが、今はこんな感じになってます。はい、そういったわけで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。